レコーダー、または、録音機とは、音声を記録する、装置、機器。ボイスコーダーとも言う。マイクロカセットテープなどに録音する、小型版のものは、マイクロレコーダーと呼ばれるものもある。IC メモリー式のボイスレコーダーこの装置は、音声を記録するためのものであるが、一般向けのカセットテープレコーダーや、録音機能を付きにディスクプレイヤーの機器類は、 このようには呼ばない。特に録音機能だけしか持たないものや、録音機能が主となる装置がこう呼ばれる。従来、ボイスレコーダーといえば航空機積載のものを指すことが多かったが、その一方で、記者、レポーターなどの取材に利用される音声を記録する機器もこのように呼ばれる。しかし、この用途の機器は、英語圏では、ディクタホンと呼ばれており、ボイスレコーダーは、 和製英語であるが、近年は IC 式の小型計量のものを英語圏でもボイスレコーダーやデジタルフラッシュボイスレコーダーという名称で指して使われている。これらは古くはカセットテープレコーダーの類が主であったが、後にデジタル録音を行う IC レコーダーが発売され、これにとって変わられ始めている。特に IC レコーダーでは小型でありながら、 長時間録音可能な機器が登場し、また低価格化と普及に伴い、報道関係者の多くに取材活動で利用されている。他、会議、打ち合わせ、講演などの内容の記録にと、ビジネスマンやサラリーマン、学生などにもこれらの機器を所有する人々も増えて、きている。特に、IC レコーダーでは、頭出しや巻き戻しが必要なく、また小型軽量で片手で扱え、 パソコンと連動したり、SD カードを記録メモリーとし交換できる機器もあり、録音時刻を自動的に記録するなど便利な機能もあるため、私的な音声メモとして利用する人もいる。コクピットボイスレコーダー航空機等に搭載されているものを指してこう呼ぶ場合もある。古く航空機の起こす航空事故では、高高度から落下したり空中で試算するような 重大な事故が発生した場合、その乗組員は、愚か乗客すら、生還する望みが薄い。関係者の自己証言が得られないため、自己下人の救命は難航するのが常であった。この問題において、操縦室内の音声や管制官との無線更新を記録することで、自己下人の救命に役立てようと考えられたのが、この装置である。この装置は発見され、安いように、 電波発信機や音波発信機が組み込んであり、機体が破壊されるなどして外部からの電源供給が止まると内部電池によって数週間にわたって断続的に信号を発生させ、これによって所在を知らせる機能が搭載されている。今日では一定以上の大きさやエンジン数を持つ航空機には必ず搭載が義務付けられ、事故が発生した際には重要な資料となる。 なお過去に究明された膨大な数の航空機事故事例にて蓄積された情報によりより安全な航空機の設計や安全な運行また起こりやすい問題の排除といった様々な安全化技術が進み現代の航空機は他の交通機関をしのぐほどの安全性を持った乗り物となっているこの機器は古くは エンドレステープレコーダーを密閉容器に組み込んだものであったが磁気テープが熱に弱くまた長時間利用すると劣化しやすいことから近年ではフラッシュメモリーを発泡樹脂で包んで記憶媒体としこれに全室の信号発信機を取り付けたユニットとなって爆発落下の衝撃高温また海底に投げ出された際の高水圧や寒冷地の極低温にも耐えて 内部の記録情報が損なわれないような構造となっている。なおブラックボックスとも呼ばれるが、この航空機用のボイスレコーダーは発見されやすい、色に塗られているのが通例である。赤や黄色、またはオレンジ色などをしている。ブラックボックスを参照。ありがとうございます。